はいえー、4冊目の Kindle を出版いたしました、五、は、島、いえー、列島、福江島の旅、写真集、Kindle 版ですね、はいまあ、そのままですね、えー、先日ですね、お、えー、とといかな、おととい帰ってきたんですけど、確か、ちょっとすみません、おとといだった気がする、そうですね、五、え、島、ー、列島、まあ、長崎県ですね、長崎県の五島列島の、まあ、1つである福江島ってところに、友人と、 行行っっててききたんでですね2泊3日で行ってきました、まあ弾丸旅行、まあ、表紙にね2泊3日の弾丸旅行って書いてますけど、まあ、宿だけは決めて、まあ、それ以外はもう何も決めずに行って、まあ、行ってからねいろいろ、まあ、なんすかレンタカーをね行ってから借りてまあ当たり前ですけどね行ってから借りてうん何するかみたいな感じでね旅をして、はい、っていうことをやってきましたでその時に、まあ、写真をね相変わらず ま通撮りましたので、はい、それで写真集を作ったっていうことですね。うん。まあ,あとは、まあちょっとね、僕の、まあ、残しておきたいなって思ったね、旅のメモとかもちょいちょい入ってますので、うん、まあそういう構成になってますね。ページ数どれぐらいだろう何ページあるんだろうなあ、126ページって書いてますね。はい。126ページです。で、えー、まあこの Kindle もですね、 Kindle u n アンリミテッド入っていただいている方に関してはもう0円で読むことできます、まあ、ちなみに僕も Kindle u n アンリミテッド入ってますので、うん、これ n d l e アンリミテッド e d ね本当に何回も言うんですけどめちゃめちゃおすすめですあのね僕も結構本を読む人間なんですけど、まあ、今まではねもう紙の本を買ってました、うん、紙の本を買って、まあ、電車とかにね持ち歩いて本を読んだりしてたんですけど、まあ、最近はねこの Kindle でもうスマホで 本を読んでます、はいまあ、スマホで読むってね、ちょっと味がないなって若干思ったりもするんですけど、まあ慣れましたね。慣れます。まあ、あとはブルーライトカットメガネですね。必要なのは。まあどうだろう、Kindle kind だとそんなブルーライト出ないのかなわかんないけど。まあ僕はね、あの大体ブルーライトカットメガネをかけて、えー、Kindle u n アンリミテッドであの本を読んでます。はい。でまあ、Kindle のね、すごいとこはね、まあ、ダウンロードできるんですよ。なので、飛行機、 とかね電波ないとこでも読めるんでだ僕ねあのー、今日は7月2日じゃないですかあ2日なんですよで、まあ、4日後7月6日から1ヶ月ぐらいインドに行くんですけどだからね飛行機がね長いんですよね飛行機が20時間ぐらいあんのかなはいまあちょっとね k i n d でいろいろね本をダウンロードして飛行機の中でね読んで読もうかなと思ってます そんな感じで、まあ、僕今回、あのー、出した本含めて Kindle で4冊出版してますのでちょっと見てみますかあとね Kindle 出版するとね Amazon に自分のプロフィールを載せることできるんで、まあ、これおすすめですよホントに、はいまあ、僕も、あのー、Amazon でね「放浪太郎」って検索したら僕のプロフィールページね出てくるんで、まあ、プロフィールも書いてますしちゃんと、うん、<laughs> まあフォローもできますねはい まあ今のところ4冊出してます。えー、っとまあスーパーカブ50で東京北海道周4580キロの旅、全費用ルート解説写真集。まあ、今のところこれが一番見られてます。これが一番読まれてます。まあ、もう高評価つけてるくれてる方もいますね。ありがとうございます。でまあ今回出版した五島列島の旅ですね。はい、今回というか、本当さっき出版しました。さっき販売開始したのかな。であとは、 アンナプルナ一周の旅、その1、その2ですね、はい。このアンナプルナシリーズはね、全部で8冊か、まあ、8冊ぐらいになると思うので、まあ、まだまだちょっとやらなきゃいけないんですけど、まあ、写真が本当多すぎて大変なんですよね。まあ、僕ね、旅をすると、本当写真たくさん撮るんで、まあ、動画もそうなんですけど、うん、やっぱね、Kindle だと、写真をなんか整理できるというか、撮った写真をね、こう無駄にせずにというか、 うん、まとめることできるんで面白いですねなのであのー、まあこれを聞いてるね方が、まあ、旅が好きとかね写真が好きとか、まあ、文章を書くのが好きっていうことであればぜひね Kindle 出版やってみてみくださいまあね作業自体は本当にすぐ終わるんで、うん、数時間まあこの今回ね出版した五島列島福江島の旅に関しては まあ、全部含めて、ね、2時間ぐらいですかね作業時間は、うん、原稿を作るのは本当1時間くらいで終わったかなで原稿を作ってからあの、まあ、表紙をねパッて作ってあのタイトルとか作って、まあ、出版作業っていうのはあるんですけど、うん、それをやるだけなので、はい、ですかね、まあ、そんな感じであの出版したっていう宣伝でしたアンリミテッドもおすすめっていうことですね はい、まあこの動画下の <laughs> 説明欄にねリンク入れておきますのでよかったら読んでください。それではありがとうございました。